マテリアルズ愛。磁石と金属で物を温めたり冷やしたりできるって知っていました？やってみましょう。こんな装置に金属と磁石をはめてつけたり離したりできるようにします。サーモカメラで見ながらやってみますよ。磁石を離すと温度が下がりました。反対に磁石を近づけるとほら、温度が上がりました。この現象、実は来るべき水素社会を見据え液体水素を作り出す技術として注目されています。この季節大活躍のエアコン、どんな仕組みになっているかご存知の人も多いでしょう。やってみますね。ペットボトルとポンプ付きの蓋を用意しました。ボトルの中に温度計を入れて蓋をします。最初の温度は24度。ポンプで空気を詰め込んで圧縮していくと温度が2度上がりました。これが暖房の原理です。反対に空気を抜いて中の圧力を下げると温度が2度下がりました。低くなった温度を使って部屋を冷やすのが冷房なんです。なぜ圧力を変えると空気の温度が変わるんでしょうか？空気の分子は活発に動いています。たくさんの空気を詰め込んで圧力が高くなると分子が混み合って動きづらくなります。するとバラバラに動いていた時のエネルギーが余って外に出てくるんです。反対に空気を抜くと分子は再び活発に動きたがります。動くためのエネルギーを周囲から吸い取るので周りの温度は冷えるんです。同じような現象は他でも見られます。ゴムの風船でやってみます。引っ張って伸ばしたゴムを縮めると温度が下がります。仕組みはこうです。伸ばされた状態のゴムは分子が引っ張られ長い方向に沿って並んでいます。縮んで元に戻ったゴムでは分子の向きはバラバラ。ばらけて散らばるにはエネルギーが必要なので周囲から熱を取り込みます。だから周りが冷えたんです。さあ皆さん、ここで空気とゴムで共通点があったことに気づきました？どちらも分子が整った状態からバラバラの状態になるとき周囲から熱を吸い取っていましたよね。さて、冒頭の金属と磁石の話。ガドルニウムという金属と強力なネオジム磁石です。2つをつけた状態から一気に剥がします。金属の温度が下がりました。磁石から離すだけで金属が冷えるんです。この理由も実は先ほどの2つと共通しています。ガドレニウム原子の周りにはたくさんの電子が回っています。磁石が近くにあると磁力によって電子は同じ向きに回るように揃えられます。磁石を外すと電子はバラバラの向きに回り始めます。空気やゴムの時と同じでバラバラになる時にはエネルギーが必要なので周りの空気から熱を奪います。だから周囲の温度が冷えたんです。整列した状態からバラバラになる時、物質は熱を吸収する。中でも磁石で物を冷やす磁気冷凍にニムスは注目。水素社会を実現するため水素を冷やし液体にして貯蔵・運搬する技術にニムスは取り組んでいます。